海エリアからオリジナルアニメが始まる。2021年放送予定のオリジナルアニメ四季桜、その制作風景を裏側まで見せていくのがこの番組。名古屋アニメプロジェクト。今回は先日行われた新キャストの初アフレコの様子をご紹介します。82の8月某日、この日は先日発表された四季桜新キャスト初アフレコの日。愛知県に新型コロナウイルスに関して独自の緊急事態宣言が出されたこともあり、健康と安全に留意し、今回のアフレコは監督など制作陣のいる東京のサブリメーションと名古屋のスタジオをリモートで結ぶことになりました。なわけないだ。キャストたちは最大2名ずつ演技をし収録。けどあんなのどこで特訓したんだ。その音声を重ねていきます。来るぞ、ヒバラ。うよ、キャストの感想は、やっぱこのリモートだと直接的にやっぱりコミュニケーションがこうできないんじゃないかとか、こうイメージあったんですけど、カメラでスタッフさんたち全員あの映してこう会話ができたので、なので全然僕はなんかリモートだとやりづらいなとかは意外と感じなかったですね。新キャストたちは収録順も最後になりました。今回初アフレコのお二人です。あーそっか、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。初めてのアフレコですが、近くに監督たちはいません。正直不安でした。じゃあまず82のルポンからいきます。はい、後で連絡先教えて。ハマワン、今回初めてのアフレコということで、もちろんすごく緊張はしたんですけども、はい、もう精一杯もなりきって、はい、やらせてもらいました。楽しくやらせてもらって、まずは一日終わりました。自分なりに気合い入れて頑張ってきました。まあ期待して見ていただければ嬉しいなって思います。初参加の収録がまさかの一人で、今日もみんな多分もう収録終わって一番最後だったので、すごく台本が気づいたら震えていたりとか、そのお家で何度もこうやってきたり、みんなと一緒にこうレッスンしてきたりしてるんですけど、ここの中に入るとすごい想像以上の空気の緊張感がめちゃくちゃ詰まっているので、シーンとした中で自分のこのベニオっていうセリフを喋る時でも、何度も言ってるはずなのに声が裏返ってしまったりとか、つまずいてしまったりしたので、はい、すごいなって、やっぱこの本番って空気はすごいなっていうのをひしひしと感じました。レスポンスがやっぱりここで皆さんとやる時よりは一手二手ちょっと余計にかかるというか、何かのボタンを押して向こうとつないだりとか、そういうちょっと一手二手かかるっていうのはちょっとまあ煩わしさではありますけど、まあそこはさほど大きな問題では、まあアフレコに関しては、でもやっぱり一番は本当監督とあのプロデューサーと音響監督3人は絶対いてほしいですけどね、その場には。それはやっぱり、うん、一番なんですけどね、まあ、このご時世で考えるとベストの選択ができたのかなっていうのは思いますけど、感想としては、まあ、普通にできたんじゃないのかなっていうのはありましたね。なんかそんなに使えるのには、うん、なかったかな、うん、音声もクリアでしたし、多少ね、ラグがどうしても発生することはあるけど、ちょっといっぱい時間がかかっちゃいましたけど、いいもの取れたんじゃないでしょうか。うん、まあ、今後そのどういう風なキャラクターの動きをしていくのかっていうのは
歩みの一歩としてはすごい良かったんじゃないかなと思いました。今回は